に書いてある内容って何があったのかちゃんと把握。他に読みたい手紙。Thank you.
手紙に書いて何があった他に読み早く酒飲んで。
な時間に私を訪ねるなんて、まさか情報を買いに来たの？私、最近とっても忙しいの。ある大事なお客さんが私の仕事時間を2週間も買い取ってくれてね。それについては詳しく言えない。でもその人の財力ってすごいから、彼と張り合おうだなんて考えない方がいいわよ。情報員って普通は一人の人間に使えるもんじゃないのか？情報を売るのだって商売だからね。もしパートナーが一人しかいなかったら、そのうち餓死しちゃうでしょ。それにたとえ保守的な騎士団でも、大規模な行動を取る際には少なくとも2つの情報源を確保すべきだっていう慣習があるくらいだし、彼らは情報に不備があったことで苦渋を飲まされたことがあるの。だからそういう意味で私の仕事はとても重宝されていてね。例えば野外のとある茂みにアビス教団が待ち伏せているとする。たった一つの偵察隊じゃそれを把握するのは難しいでしょ。見回りの騎士が何気なく通りかかったら、いやと魔物が一匹飛び出してきて、わあと棒切れで殴られるかもしれない。私はただ客観的に事実を述べただけ。そうした方が状況をよりうまく再現できるでしょ。全然違うの。魔物の叫び方はヤーとチェーだろ。そう、君は自分の意見を貫けばいいの。私の情報は代案の一つとして賢く利用すればいい。うえ、確かに言われてみるとそんな気がしてきた。話を戻すわ。買い手が複数の情報源を求めているから、情報提供者も同時に複数の顧客の対応をしてるってわけ。どう？普通のことでしょ。